ダニエル D ・トンプキンズで生まれた。1795年にニューヨークのコロンビア大学を卒業した。彼は法律を学び1797年に放送会入りし、ニューヨークで弁護士を開業した。トンプキンズは1801年に憲法制定会議の代表となり、1804年には衆議会議員、また連邦会議員に選出されたが、 州最高裁判所判事の任命を受諾するため議員の職を辞任した。1807年4月30日、トンプキンズは現職のモーガン・ルイースを破って州知事に当選。1817年までニューヨーク州知事を務めた。1810年にはジョナス・プラットを破り再選されている。1813年にはスティーブン・バンレン・セリアと争い。 1816年にはルーファス・キングを破っている。トンプキンズはジェームズ・マディソン大統領から国務長官を打診されたがそれを断った。米英戦争時、トンプキンズは最も有能な知事の一人として手腕を発揮した。彼は、州民兵軍を再編成する際に重要な役割を果たし、選択肢平成を実施して、州軍の基礎を作り上げた。 1815年にトンプキンズは、スタテン島の東部海岸に沿って、居留地を確立し、同地はトンプキンズビルと呼ばれた。1817年には、近隣のウォーターフロントに沿ったドックを構築し、スタテン島とマンハッタンの間の毎日の蒸気船による渡し船を提供し始めた。トンプキンズは1816年に、ジェームズ・モンロー大統領の副大統領候補として、 選出され、1817年3月4日から1825年3月4日まで、同職を務めた。1820年4月には副大統領職のまま、現職のニューヨーク州知事でウィット・クリントンと、州知事の座を争ったが敗れた。1821年には、ニューヨーク州憲法制定会議の議長を務めた。彼は副大統領を退任した3ヶ月後に、 トンプキンズビルで死去し、ニューヨーク市のセントマークス墓地のミントホーン地下納骨所に埋葬された。ダニエルトンプキンズのミドルネームがデシウスだったという証拠がある。しかしながら他の説では彼がコロンビア大学に在学中、もう一人のダニエルトンプキンズと区別するために意味のない D のイニシャルを加えたとされる。ニューヨーク州トンプキンズ郡。 マンハッタンのトンプキンズスクエアパーク及びトンプキンズの街は彼にちなんで命名された。ありがとうございます。